はい、プールサイド皆さんこんにちは、水中鑑定教師です。今回も私の恩師である園コーチをお招きしていろいろと話を聞いていこうと思っています。ちなみに今のところ1回の議題の収録時間は30分となっております。想定は5分です。あれ6倍よろしくお願いします。やばいな今回の議題はですね、バタ足に関してです。バタ足、はい、私バタ足大嫌いなんですけど、はい、感覚では早く泳ぐのに必要だっていうのを思っているというか、ある程度打たないと早く泳げないなと思って、はい、それをちょっとつんがこっちの観点的にバタ足の必要性とかについて喋っていただければと思います。僕も泳いでた高校生の時にバタ足が全然進まなくて、その時は小学校の時にスイミングスクールで習ったお膝をピンと伸ばしなさいっていうキックをひたすらしてたわけです、はい、で、部活動なんでそこのいい悪いも指導もなく、高校の生徒は引退をしました。で、指導員研修みたいなのがあって、そこに行った時に、元トップスイマーのコーチの方に見てもらったら、なんで膝伸ばしたまま泳いでるのって言われた。え、スイミングでそう習ったんですよ。いや、膝まっすぐのままじゃ進むわけねえじゃん、いや膝曲げろよって言われて、膝曲げてキックしたらちょっと進むわけですよ。じゃ今のでいいですか、もっと曲げろもっと曲げろって言われて、で言われた結果、あ今のいいじゃんって言われた時には、自分の感覚としては90度ぐらい曲げてる感じ。え、こんなに曲げなきゃいけなかった、全然違うことやってた、真逆にしてるんですっていうことがあったわけです。でそうしたら、それまで正直50のバタ足を1分サーブで回れなかったんです。お膝をピンと伸ばすキックを、それをやったらですね、もう余裕で回れるようになったんですね。当時大学生だったんですけど、まだ体力も今と違ってあったので、あ、蹴り方で進むってこんな違うんだっていうのをそこで経験したわけですよ。速い選手はだって20何秒で 50m に行くわけじゃないですか。いくら上手くなってもそこまではいかないんですよ。そうするとキックなんてっていう思いが出てくるし、でやっぱ足首の柔軟性がすごい大事な要素になってくるので、足首が硬い人にとってはバタ足なんて進まないから絶対嫌なわけですよ。じゃあバタ足っているのいらないのって話になった時に、やっぱいるんですね。で、なんでいるのっていうのは、まあ、考えたらいろいろあると思うんですけど、バタ足が速くなる努力はした方がいいんですよ。だけども膝を曲げるキックだけだと結局進むけど水を逆に引っかいちゃうって、結構いるぞ。だから進むブレーキ、進むブレーキになっちゃうんで、そうすると進むとブレーキをかけないキック、進むブレーキかけないとなると、まあ俗に言うアップキックの時はお膝をピンと伸ばしたキックが必要なわけですよ、ね、ってことは両方覚えないと無理だよねってなるタイプのコーチだけど、教えるのってどっちかになっちゃってる気がするんですよ、ね、あ、今特に今成人の方っていうかマスターの方だったらキックの推進力をアップさせるよりもキックの抵抗を減らすことを最優先した方がいいと思うんで、アップキックからアップを練習した方がいいんじゃないのっていうふうに思うわけです。で、あとは、まあ、2ビートでも全部そうですけども、基本的にはこう、まあ、浮いてる状態でバランスを取らなきゃいけないので、もう目が下手だからなくて嫌なんですけどね、まあ、体があってこうあって手がこう手が広ければ、まあ、足も広くていいんじゃない。だけど手がこう狭くなったらここもやっぱ狭い方がバランス取れるわけですよ。上半身のバランスを取るための足っていうのがあると思うんですよね。右肩がちょっと絵が描けないけどこうなってる時の足が、左足が前に行ってたら上がんないんですよ。左足が後ろに行ったらひっくり返っちゃうんですよ。っていうのはプロブイつけたりとかして練習してもらうと分かると思うんですけど、要はだから中心に対してどっちが重いですかって重い方に変わっちゃうので、はい、そうすると肩上げた分足をこうやってバランス取んないとっていうふうになっていくので、正しい上半身をやるためにバランスの取れるキックっていうのがとても大事なんですね。だからローリングしませんって言うんだったら別にドルフィンキックでもいいと。だけどローリングをしないで呼吸はできないので、やっぱ最低限ローリングはするわけだから、じゃあ最低限のローリングには最低限のキックをしなきゃいけないよねっていうふうになっていくと思ってて、だから結論としてはいるんだけど、じゃあ
あ、私が速くならなきゃいけませんかって言われたらそうとも限らない。これはもうそのローリングがいい悪いとか、ね、ローリング大きい方がいいとか小さい方がいいとか、いう話もあったりとかするんで、やっぱ80年代後半とかもヒップロールをしなきゃダメみたいなのが、まあ、世界のトップの当時速かった選手のコーチがヒップロールが重要だってなると、ヒップロールってなるけど、ヒップロールが大事だって言ってると今度ヒップロールしすぎてる選手が増えてきちゃって、だからヒップロールしない方がいいっていうコーチが出てきて、だからヒップロール大きかった人がヒップロールしないようにしたらちょうどよかったのが、ヒップロール しちゃダメよってなると今度ヒップロールしないからローリングがうまくいかなくて呼吸の時に頭が立っちゃってとかっていうデメリットが出てきたりとか、要はだから全部ちょうどよくやってるようなそうです。やっぱちょうどいいがいいいう考えで、だちょうどよくするためにあなたはヒップロール大きい方がいいですよ、小さい方がいいですよっていうふうにやっぱり使い分ける、うん、でパーソナルだとね簡単に使い分けられるけど、集団指導だとそこはあえて言わず、これこういうふうになるのが正しいよう見せるとかで、そうなるために A 君はキックを大きくしましょう、 B 君は小さくしましょう、 C 君はなんとかなんとかっていうのが多分大事だ。あとはバタ足後ろから見るとお尻が動かない状態でずっとこうキックするわけですよ。でこれでローリングするとどうなるかって言ったら足がこう横行っちゃうわけですよ。で横行くのっていいの悪いのって言った時に良くないですね。そうするとローリングしてもずっと下に蹴り続けなきゃいけない。だから多分ヒップロールが大きくなるとキックが横に動いちゃうんで、それは良くないからローリングしない方がいいっていう風な話になるんだけど、ずっと下に行ってでもやっぱり若干ブレた時にそれがだから許せる範囲なのかどうなのかっていう話になってくる。こう腰があってこうやってキックをするとローリングできないんだけど、ローリングしてもこっちに蹴るってことは、だからこうやって蹴って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 ってなってくるだよね、はい、ってことはここを基準に言うとこうやって蹴ってじゃなくてこうやって蹴ってこうやって蹴ってこうやって蹴って、だから片足3種類キックが本当はある。本当は肩の力によって変わる、常に下に蹴るっていう感性です、ね、じゃあ左右で6種類のキックをしなきゃいけないのに、だけどそのうち2種類しかキックしてないのが板キックの練習だと思ってるかな。だから板キックが速くてもスイングでキックが使えない人が出ちゃうんじゃないのっていう風になってくるんじゃないって思ってて、じゃあどうするってなった時に、まあ、おすすめしてるのはまずだからお尻だけの話で言うと、だから最初こうやってできるようになったら次は蹴った方のお尻を上げましょう、こうやってキックしない、そうするとお尻の向きがこうなった、お尻がこうなってるけどこっちに蹴ってるキック、こうなってるけどこっちに蹴ってる、要はだから内に蹴り込むキックがこれで覚えられるでしょっていうのがあって、それができるようになったら今度は 1-2-3 で、だからキック3回でローリングヒップロール片側みたいなやり方をしていくと、そのさっきの6種類が全部できるんじゃないっていう段階があって、その間にも多分その個人の選手によって作ってあげなきゃいけない段階が出てくる。でそこをすっ飛ばして多分ずっとお尻が動かない状態のキックができるようになりました、はいグローでやりましょうでやるから、結局腰が固定されてるから肩が上がらない呼吸ができないっていう、そのお目目片っぽ入れましょうっていう動画前作ったけど、それに持っていけないんだよね。でそれに持っていけないからまた足がいらねえんじゃねえかみたいなねとかさ、極論で言えばそっちに話が逃げていっちゃう。だから6種類のキックをだからまあ左右3個ずつのキックをちゃんとできるようにしてできるようになったら、で別にそんなに難しく考えないでキック、どうせキックなんてプルより汚染だからキックを早く動かさないと手が早く動かないのも現実なんで、足は早く動いた方がいいよね、少ない抵抗イコールアップキックちゃんとできた方がいいよねっていう風になっていくんだと思うんですよ。キックのタイムを早くするだけだとつなぎづらい、それこそだから速い人はつなげられるんだよ。極論で言うと無意識でこの方が泳ぎやすいって感じ取ってできるのが知らないのにできる速い人、そんなのはごく一部。前ルイコーチの YouTube での塩浦慎二選手との対談みたいなのあってさ、塩浦慎二がいろいろ言うけど、
もうルイコーチ分かってないよなっていう項目があったのは、多分塩浦選手からすれば、いやそんなの普通でしょっていう内容だから、それができるから早い人、うん、けど知ってできるようになる人もいるはずなんで、知った、分かった、できたの知ったがないと分かったできたにならないようだけど、けどいやいやいや、早い人はもういきなり分かったから入っちゃう。だそれがだから勘がいいとかセンスがいいって話になってくんじゃないのって思うので、まあ、そんな人はほとんどいないから、だからまず知ったになんなきゃいけないよっていうために、まあ一生懸命こうね、こういうのを喋ってるっていうか、ね、だから何が結論だかよく分かんないんですけど、バタ足は必要です。はい、はい、けどバタ足のスピードが速いからスイムが速いとか上手いになるとは限らない。大事なのはやっぱ上半身のバランスを取るための蹴り方とブレーキにならない蹴り方だと思いますが結論です。はい、はい、ありがとうございます。うまくまとまったかなと思います。でも10分ぐらい喋ってるきっと。14分です。あ、全然違う。私に言われたのはもうローリングは極力しないようにしてるっていう、うん、